朝日町は愛知県知多郡にかつて存在した町。現在の知多市南部に該当する。海水浴場に適した遠浅の海岸があり、愛知電気鉄道などによって観光地、別荘地として開発された。これが現在の新舞子であり、兵庫県神戸市垂水区にある舞子付近の風景が似ていることから名付けられた。戦前には別荘地のほか、舞子園、新し舞子楽園、舞子館、新し舞子飛行場なども存在した。一帯は、知多半島随一の海水浴場として親しまれて、知多が高度経済成長期以降、中京工業地帯としての海岸埋め立てが、新舞子近くまで南下した。そのため、この一帯は、汚濁が著しくなったため、海水浴客は、知多半島南部の野間、内海などに移った。その後、1997年にはこの地区の人工島に新舞子マリンパークが開園した。1980年代以降、新舞子ではウィンドサーフィンが盛んとなり、周辺には専門ショップが多く設けられている。もともと当地は鈴鹿おろし、伊吹おろしなどの局地風が吹きやすい上に、夏場は海から陸地に吹く風も強く、年間を通じて、一定以上の風が確保できるため、ウィンドサーフィンに適した環境であることが背景にあるという。1983年からは、ウィンドサーフィンの大会として、伊勢湾カップが開かれ、国内有数の大会として、多くの参加者を集めている。また近年ではスタンドアップパドルボードも盛んで、全日本選手権の予選でもある、新舞子サップマラソンが毎年開かれている。市制施行後、旧町域に朝日東小学校、南、粕谷小学校、極南中学校が設置された。ありがとうございます。